リムジンバスとは、リムジンバスは、和製英語であり、英語本来では、リムジンで後者に相当する連絡バスの意味となる。ただし空港連絡バスに限定されない点が、日本語の意味と異なる。日本のみならず、韓国においても、空港連絡バスの名称として通用する。1954年に設立された東京空港、交通が最初に使用したとされている。導入車両に、 路線バスより内装が豪華な車両を採用したことが名称の由来とされ各地の空港において後続のバス会社が同様に追随しリムジンバスとの故障を用いたことが故障普及の要因となった周辺市町村やホテルと空港を直通運行することによって鉄道等の利用では乗り換えが発生する地区では高い利便性を発揮するまた 大きな荷物をトランクに預けることができるため、鉄道などの利用に比べ、荷物を持って移動しなくても良いメリットもある。さらに多くは、鉄道の始発前や終電後にも設定されており、大抵は国内線の始発便や最終便を利用することが可能である。利用者の多くが荷物の多い航空機利用者であることを踏まえ、床下トランクルームを備える観光バスタイプの車両が、 用いられることが多く、トライクルームのない車両では座席の一部を撤去し荷物置き場としていることもある。距離1トルあたりの運賃は一般路線バスに比べ高く設定されている場合が多い。また渋滞や交通事故などの影響を受けやすいため、鉄軌道に比べて時制で劣る場合がある。事業者は高速道路や有料道路、 バイパス道路などを活用した路線を設定する上、一部の事業者では路線免許取得時に高速道路と一般道両方の路線免許を取得し、高速道路通行止めの際にも一般道路に迂回し、時間のロスを最小限にするなどの工夫をしている。東京空港交通では無線等で運行指令と運転手がやり取りし、さらにロスを少なくする工夫を行っている。 立席での運行が禁止されている高速道路や有料道路を経由するリムジンバスの場合座席定員を超える輸送ができない。そのため先着順乗車による座席定員制、事前予約による座席定員制、または座席指定制となる。そうでない場合もリムジンバスに多用される観光バスタイプの車両ありず、石乗車用の吊り革手すりなどの装備がなく、 安全性にも問題があるため、補助席を備えたり、あらかじめ需要に余裕を加えた運行ダイヤにするなどの工夫がなされている。地方空港と都市を結ぶリムジンバスでは、航空ダイヤを考慮したバスダイヤが組まれている場合が多く、その場合は、事前に旅客便の予約状況を確認し、必要に応じてバスを増便したり、予備車両を待機させておくなどの工夫も見られる。 大半の路線が停留所数を絞り込んでいる。また、途中停留所での乗降については、空港業は乗車のみ、空港発は降車のみという制限を設けている路線もある。この理由の一つに、バス路線開設が許認可制だった時代に、並行する鉄道路線や一般路線バスとの受給調整の必要上、既存の鉄道、バス路線との過藤競争を避けるため、 制限付で認可されていたことが挙げられる。現在は規制緩和され、各停留所での乗降扱いも届け出れば、法律上は可能であるが、一般路線として免許を取得したものも含め、定時制、速達性確保などの理由から、乗降制限のある路線が多くなっている。また、空港発着以外での利用を認めない路線で、発着便数の少ない空港の場合、 航空機の運行に時刻を合わせるケースが多く、航空機の到着が遅れた場合は、バスの発車もそれに合わせて遅らせる対応を取ることが多い。ただし、メマン別空港とアバシリ市内を結ぶ路線のように、バス時刻を航空便に合わせているものの、途中停留所での乗降も自由にできる路線も存在する。空港に発着、もしくは空港を経由する、一般路線バス。 空港従業員輸送のため通勤時間帯のみ運行されるバス規模が大きい空港での空港内循環バスと一般にリムジンバスとは呼ばれない空港に乗り入れるバスも存在する離島の空港など利用者が少ない空港ではリムジンバスがなく一般の路線バスのみが乗り入れている場合もある伊予鉄バスでは松山観光港と市内を結ぶ 松山観光港リムジンバスを運行している。リムジンバスの故障について、船便と航空便の違いはあるが、それらの利用客を送迎するバスという点では同様の意味と捉えることができる。成田国際空港や関西国際空港など首都圏、及び近畿圏の空港については、東京空港交通、大阪空港交通、関西空港交通といった、 リムジンバスの運行を主体とした会社が設立されている。いずれの会社も航空会社、空港周辺を営業区域とする鉄道会社、空港会社等が主要株主となっている。基本的にこれら会社が空港と各地を結ぶリムジンバスの運行に際して現地の乗り合いバス事業者と共同運行の形をとっている。かつて鹿児島空港には 地方空港で唯一、鹿児島空港リムジンというリムジンバス専門のバス会社が存在したが、現在は鹿児島県内のバス会社、岩崎バスネットワークに統合された。2019年2月1日には、全国各地の空港リムジンバス運行会社12社による事業連携や共同プロモーションなどを目的として、空港アクセスバスアライアンスが設立され、8月からは、 加盟者数を31社へと伸ばし20の空港へ運行している。その他のリムジンバス運行会社については、日本の空港より各空港項目の空港アクセスに関する記述、または各バス事業者の営業所記事などを参照されたい。ありがとうございます。